それではね、ちょっとゲームを始めていきます。遅れてしまいました。1時間、準備に時間かかったけれども。はい。まず、シムシティというゲームは、もうご存知だとは存じますが、街を作っていくゲームですね。僕は市長になります。で、街を作る指示を出していって、街をどんどん発展させます。で、人口をどんどん増やします。で、人口が増えると、いろいろ問題も起きます。犯罪が起きたり、電力が不足したり、エネルギーがね、不足したりとか、災害が起きたり、景気が悪くなったり、雇用とね、この働く人の、難しいよ、こんなこと言えない、バランスとかね、そういうのをいろいろ調整して、町として収入を上げつつ、人口を増やしていくっていうのが目標になります。で、とりあえず僕は人口10万人を目指してやっていきます。完全なる初見です。で、昨日ちょっとチュートリアルをプレイして、操作方法はある程度覚えたっていうところですね。なのでベテランの方から見るとちょっともどかしいかもしれませんが、その場合はね、いろいろコメントでアドバイスをいただければありがたいです。最大18時間やります。18時間で達成できなかったら諦めます。はい。で、1時間ごとにね、区切ります。ルームの更新をね、しますので、ご了承ください。よし、やろう。もうやるよ。それでは前置きが長くなりましたが、シムシティプレイしていきます。完全なる初見ポチ。え、どういうこと？あ、地形をまず選択してだって。どれが簡単なの？一番最初のやつ？あ、都市の数とかが違うわ。都市3。ちょっともうわかんないから適当に決めるね。じゃあここにしようかな、この島。なんか良くない？うん。じゃあとりあえずこの、リフレクションなんとかで行くよ。読めないけどね。太陽を浴びながら、のんびり冒険を楽しみたい探検家を待っています。あ、説明読むの面白いね。これ一番都市の数が多いよ。7つもある。重いかな、そんなにあったら。どうだろう。まあいいや。やっていくよ。で、地域に名前をつける。サンドボックスモード。あ、これはチートモードだって。何でも建てれるか。地域の名前って町の名前ってことかな？違うかな？地域だもんね。その地域の名前ってことだから。じゃあここはね、ネルーザ製にしとくね。はい。惑星ネルーザにする？ネルーザ製。ネルーザ製違うね。惑星ネルーザだね。はい。ネルーザ？うん。ここの地域は、惑星ネルーザです。はい。
え、次ね。ちょっと待って。これ町の名前になるんじゃない？なんかそれっぽくない？敷地に、どうしよう。まあいいか。これで行こう。どこにしよう。1,2,3,4,5,6,7。7つで切るとして、ね。周りに多分、近くある方がいいんだよ。他の町が。ね。支援してもらえるから。だから、ここにするね。海も近くて、周り三方が他の町に囲まれているところ。この町は？リゾート地に最適だって。ちょっと待って、他のも見ようじゃん。教養の高い都市を発展させやすい。わあ、ここは観光地だって。観光地にしたいわ、観光地。ここすごい何でもあるよ。あ、山があるからだ。工業に特化した町だって、ここは。面白い。わ、ここは石油が埋蔵されてるんだって。すごいね。楽しくなってきたよ。ここも石油だ。石油王になれるよ。こっちは石炭だって。石炭ね。リゾート地。ここリゾート地に適しているんだって。ここは観光地か。じゃあリゾート地にしていくよ。まあそうしなくてもいいもんね。じゃあここに建てるね。サミットビスタっていうところね。市長ネルルン。この地域は惑星ネルーザと言います。みーちゃんさんありがとう。さ、こちらこそありがとう。よし、行くよ。文字読める？これ僕のこと半透明とかにできないのかな？邪魔だよね。重ねる？重ねたら読めないしな。あ、こっちにする？こっちの方が良さそうかな。ちょっと待ってね。こう向きにして、こっちにしてみようか。はい、こんな感じで一回やってみるね。それではね、はるちゃんさんのカウントが終われば、ルームを一旦更新いたします。お、カジノが解除されたって。都市の特化のギャンブルメニュー。でも海辺のね、リゾート地にするんだったら、カジノあったらいいよね。リゾート地か。リゾート地にしながら、ちょっと観光地要素も入れたいな。まあ、わかんないけどね。なんせ初めてだから。あ、今の間にちょっと朝ごはん食べるね。朝ごはんは昨日の残りのチーズね。ベビーチーズ。チーズは多分カロリー結構あるから、ちょっと進めようか。アトラクションセット？そんなのダウンロードした？僕。あ、さっきのあれね。はい。
ムシティ発売記念公演を用意。公演だって、公演も作らなきゃダメか。礼拝堂セット、なんかいろいろ、いろいろもらえるよ。都市のスタートおめでとうございます。一流の市長になれるよう、ところどころで短いチュートリアルを用意しています。見なくても問題ありません。もう、丁寧。今ね、チーズを食べているよ。うん、味が濃い。あ、ミーシャを配信終わってた。そうなの？よしちゃん、もう大丈夫かな？ちょっと一旦ね、ルームを更新します。ね、皆さん、ちょっとお手数ですが、また、すぐつなげますので、一旦ルームの更新をさせてください。よし、じゃあこのままやるよ。まずは、高速道路から道路を引いて、だって、え、その前に僕の、あ、ちょっと待って、これ、ゆっくりにしたいんだけど。時間経過をね。あ、これどうなの？そんな広くない気がする。よし、わかったよ。ハメちゃんさん、50完了ありがとう。まず道路ね。え、道路引けないんだけど。あ、選ばなきゃ。最初は、ちょっと大きい、やつね。これをもう、ドカッと引こう。やばい。こんななんもないところからどうやって引くの？わかんないんだけど。まず、この辺から引こうか。ののの。どどのののの。あまり長いとダメ。もうこれで4000ドルだよ。高。え、高いよ。ていうか、もしかしてこれ高速道路じゃない？あ、違った。これ線路だ。線路に引いちゃった。やばい。いきなり変なことしちゃった。どうしたらいい？これ。こうする？ああ、しまった。いきなりミスったんだけど。でも、都市の設立が承認されました、だって。え、ちょっとこれ大丈夫？ここ、道路になっちゃった。壊そうか。道路、壊すよ。よし。いきなり。作りたての道路を破壊するっていうね。で、どうすんの？次は。10棟の家を建て、住宅地区を作る。線路の近くだからな。ダメだよね、それって。駅もないしね。
しまった。じゃあまずは地区ね。住宅地区。道路沿いの、もうここ全部、家建ててくださいっていう地区ね。で、次は？お、どんどん家が建っていってるよ。見えないけど。今8棟、残り7棟。お腹減った。もう一個チーズ食べようか。こうやって待ってる感じなの？あ、車走るようになったよ。ああ、家建った、家建った。これ。うわ、電車だった。騒音問題ありそうじゃない？これ。いきなり怒られそう。よしよし、なんかできたよ。え、次はどうしたらいいの？もうあんまり何も言ってくれない感じ？これ。じゃあ、最初に習ったことを実践していくね。まず人が住んだら、働くところがいります。あ、ここなんか光ってたよ。ヒント？まあいいや。ね、商業地区を作るか、工業地区を作るかね。まずどっち作る？工業は、公害があるから、ね、近くには住みたがらない。だからちょっと離れたとこに作らなきゃダメ。うん。こっちの方工業地帯にしようか。どうかな。お金の使い方がな、あんまりわかんないな。とりあえずわかんないけど、道路もっと作るよ。作りすぎ？もう1万ドルぐらいなくなったよ。で、この外れを工業地域にするね。ちょっと離れたとこ。もう全部したらダメだよ。とりあえずこれだけ。え？商業はお店とかだから、ね、多分近くにあった方がいいのかな。貨物輸送利用者が足りない。貨物の顧客を増やしましょう。貨物？言ってる意味がわからないよ。とりあえず、でも道路をどんどん作るよ。
いい？ここ行き止まりだからね。行き止まりだったらダメだから、こうやってね、ぐるっと回れるようにしといて、え？これもう、お金ないよ、全然。大丈夫？じゃあ商業地区作るね。マイナス50カウントありがとう。とりあえず、この辺商業地区、多すぎ？ちょっと待ってね。多すぎるね。これもお金かかってるの？とりあえずこの辺は商業地区にしよう。貨物利用者が足りない。それがわかんないのよ。商業地区できないね。よし、どんどんいろいろやっていくよ。まず電気ね。電力。建物には電力。ああ、電力不足だ。風力発電所。石炭発電所。高いよ。石油発電所は建てれない。じゃあ一番安い風力発電所ね。え？どこにするといいの？家の近くの方がいいの？こんな高速道路の近くにあるもんかな？え、ここに建てることでどれだけ電力がいくのかがわかんないんだけど。大丈夫？じゃあここね、ここにするよ。風力発電。ドーン。閉鎖だって。なんで？あ、これでオンだ。うん。あ、閉鎖しちゃった。違うよ。あ、求人中だ。びっくりした。近隣都市に電力を売る。売るほどできる？シャワーが使えない市長、水をくれ。水ね。建物には水が必要、わかってるよ。高いよ。水、もう積んだんじゃない？これ。お金が足りません。どうしたらいいの？あ、こっちか。え、これは下水だ。あ、水は、隣町から引っ張れるんだった。え？水の供給が可能な近隣都市がない。ええー。どうしたらいいの？電力もなんか言ってないし、道路建てすぎたか。どこにも水がないよ。町役場が欲しくない？町役場があれば、公共サービスにアクセスできるようになるわ。町役場作ろう。電力の供給はできた。町役場は？行政。おー、なんかいろいろあるな、やること。
町役場、市長の家、市長の屋敷、市長の家いる？じゃあまず町役場建てるよ。無料だって。無料か。あれ建てれないよ。建てさせてよ。あれ？選べないけどどうしたらいいのこれ。選べないよ。未承認。どういうこと？もう積んだよ。未承認って何？あ、水がないからダメってこと？ちょっと待ってよ。ちょっと待って、どうしたらいいの？みんな困ってるんだけど。あ、水こっちだ。安いのあった。貯水塔だ。やばいやばい。急がなきゃ。これをまず建てるんだ。わ、全然届かないね。とりあえずこの辺に建てるよ。貯水塔ね。端っこすぎる？おうおうおう、この辺に水が行き渡ってる。よし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 。よしよし。もう全部行ったよ。これ貯水塔ね。よし。じゃあ次ね。町役場が建てれないんだよな。でも全部チェックできたよ。もういいの？水は。よし。水も、電気も、行くようになりましたよ。あ、町役場の申請が認められました。だって。やったやった。町役場はなんか真ん中ら辺に作りたいよね。今、すごい端っこから作ってるけど、これ大丈夫？じゃあ役場は、この辺にしようか。遠い？なるべくこっち側にしたいよな。この辺にしようか。やっぱりこっちにしよう。ねえ、ここだ。ドン。はい、役場できたよ。市役所ね。市長、あなたの苦労が報われました。町を築き上げたので名前を付けましょう。もう名前変えれるんだ。惑星ネルーザの、なんていう、都市名にしようか。何がいい？なんか思い浮かばない。ネルルンとかじゃダメ？でもネルルン市長だからな。ネル、ネルネルネとか？浜本さん、カウントありがとう。ありがとう、来てくださって。スキンウチャングさん、もしありがとう。どうしよう、都市の名前。何々市とかだよね。思い浮かばない。グローバルの方がいいのかな。ネーミングセンスが試される。やばい。思い浮かばないよ。
ちょっと待ってね。なんかおしゃれな感じにしようとするからダメなのね。うん。この全体の地域は惑星ネルーザだから、ね。ネル、ネルネル市にしよう。ダメ。ネルネル市ね。どう？ネルネル市住みたい？はいし。ほほ。僕の名前だ。はいしね。面白い、ミプラスケンさん。座布団一枚ね。はいし。それで行く？はいしね。ねるねるし、だって市長がねるるんだもんね。はいってなんか、あ、カタカナにしようか。はいし。どう？カタカナにする。あ、じゃあ、わかった。ハイシティにしよう。どう？どう？ミプラスケさん、座布団一枚いただきました。ウェイ。これにするよ。ハイシティ。なんかちょっとオシャレっぽくもある。で、これでいくね。ハイシティ。ハイシとかかっています。ミプラスケさん、月夜チャングさん、星ありがとう。よし。で、次は何をしたらいいの？ここの水の流れは安定している。公園があったらここに住みたくなる。風力発電は市長がエコ予選を目指している証だといいんだが。なるほど。皆さんいろんなご意見をお持ちですね。まずは、そうか、公園ね。公園作るよ。フルートさん、ええやん、ありがとう。警察とか作っていた方がいいのかな？公園ってなんか後回しな気がするけど。運動公園。ブランコ公園。乗り物公園。バーベキューピット。行け。もういろいろあるね。くねくねの遊歩道。直線の遊歩道。遊歩道か。何がいいだろう。とりあえずブランコの公園にしよう。このもう、誰もが通いやすいここにするね。え？で、どうしたらいいの？買い物客が足りない。みんないろいろ言ってくるね。市長にはね。商業地区に買い物客が足りません。住宅地区を増やして、あ、もっと家を増やせってね。なるほど。じゃあ、この辺に、この辺も住んでいいよ。この辺も住んでいいようにしよう。そしたら、ここにお店がいっぱいあるんだ。お店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 。で、次は何をしたらいいの？道路。ああ、それぞれになんか、アドバイザー的な人がいるんだ。何か起こってからじゃ遅いから、ね？警察やら何やらを立てよう。消防署とかね。
どれ？これか。高い。ニプラス K さん、自分の好きなようにさせてくれない。ね。でも教えてくれないと僕わかんないからね。3万ドルだって。僕の今の予算、1万ドルだから。1万3千ドル。これなんだっけ？あ、工業したい。商売はそこそこ。商売は順調。なるほど。頑張って。本日閉店。利益たっぷり。ノロノロラマランチだって。利益たっぷり。利益たっぷりをみんな儲かってるね。ここしかないもんね。酒場。いいね。結構なんかもう、いい街なんだけど。一日に発生した犯罪件数はゼロ。これどうしたらいいの？時間もうちょっと早く進める？学校がないだって。学校ね。1万6千ドル。ちょっと足りない。どうしたらいいの？もっとどんどん人を集める？とりあえず。人を集めて、もうこの辺全部住宅街にしようか。ね。この辺に道路ばっかり引いてるけどいい？少し大きくしていきましょうか。でも大きくできる？あ、これで3000ドルだよ、高い。こんなところに道路いる？まあやってみよう。道路はこうやって真ん中にあれば、この周りも住宅にできるもんね。もうこの辺全部住宅街。ほい。住んで、どんどん。で、商業地区の需要が高まってきているから、商業地区も全部、線路沿いだけど、この辺も商業地区ね。お店どんどん建てて。で、工業地域ね。これももうちょっと増やそう。もうこの辺までやろうか。ね。これでお金を稼ぐ街になる。あ、もっとどんどんやっていけばいいの？こういうのを。この空いてるとこもったいないもんね。そういう感じ？じゃあもうどんどん住宅街作るよ。夜になった。うん、この辺も全部住宅街。どうしたらいいの？ちょっと近く見てみる？僕の街ね。わわわ、みんな生活してるよ。ちょっと道路広すぎる？こんな立派な道路いる？あ、なんかパーティーしてる。あ、これクリックしたら見れるんだよね。動きが素早い。ちょっと待ってよ。見せてよ。
できない。市の新しい建物はすごい満足だって。うん、なんかいろいろ要望があるよ。ニルルン市長、私はハイシティでの生活を本当に楽しんでいるよ。ありがとう。お褒めをいただいたよ。私がここに欲しいと思うのは、寺院や教会、モスク、寺院、宗教的なあれを作ってってことだって。それをやると報酬1000ドル。もうじゃあやるよ。礼拝堂。拝みたいんやな。宗教施設はどこにあるの？宗教戦争とか起きないよね。あれないよ。妖精じゃないし、健康診療所か。病院もいるね、そういえば。警察、教育。バスセンター。公園。あれ、ないよ。宗教がないよ。あれ、ちょっともう一回全部見ていこう。道路、地区、電力、水道、下水。あ、下水も引かなきゃ。ちょっと待って。いろいろ、そんないっぺんに言わないでよ。ゴミね。礼拝堂ないよ。なんか勝手に立ってる。あ、家か。びっくりした。図書館。小学校。この辺か。電車か。東京。この辺か。噴水広場いいね。ちょっと待って、ないよ。ないんだけど、建てれないよ。礼拝堂の建て方を教えてよ。よし、じゃあちょっと無視しよう、このおじいさんは。他の人のお話を聞こう。水が出たからシャワーを浴びられる。この町は小さい。すぐに大きくなるといいが。なるほど。ミプラスケースは無視かい。立ってないもん。僕も立ててあげたいけど。なんかわかんない？すまんな、じいさん。ね。電気など足りなくならないように。そっか、どんどん立てると、今度はそこか。ちょっとお茶を飲むね。どうしよう、こうやってる間にもどんどん時間は過ぎていく。ゲーム内の時間ね。礼拝の音かって後から出てくるのかな。そんなことってないよね。何施設になるんだろう。
健康、警察、教育局、公共交通機関、公園、災害、ほらないよ、やっぱり。うん、やっぱり無視だ。後から出てくると信じよう。学校を建ててあげたいな。小学校ね。でもお金がないっていうループだ。そうだった。ああ、どうしたらお金もらえるんだっけ。もっと工場建てる？よし、そうしよう。道路こうして、あら？そしてまたお金がなくなる。で、もうここ全部工業地帯にしよう。工業ゾーンね。公害がひどくなったらごめんなさい。なんか狭いね。密集してる。でもこんなもんか。固まって生活した方が生活しやすいもんね。フルさん調べたら、おお、調べてくださってありがとう。必要条件レベル40。僕のレベルいくつ？じゃあここは商業ゾーンにしようか。こんな風に固めるのって正解？それとも間違い？お店ばっかり並んでたら儲からないかな、皆さん。ちょっと何か要望ない？なんか言って。みんな寝てるの？何もなさそう。満足してるのだろうか。僕のシムたちは。公害がひどそうだね。プロさん、違うシムシティのやつだった。ごめんなさい。あ、これシムシティ2013だよ。もうなんか立ってる。どんどん立つね。みんな来たいのかな、この街に。もう、あ、どうしよう。道路高いんだよな。2プラス計算ある程度分散させないと、街は大きくならないような。そういうことか。そうだよね。実際の街も考えてみたらいいんだよね。固まってないもんね、お店って。固まってるお店って商店街みたいなものか。ある程度固まらせて、あとはもうバラバラでもいいのかもね。道路もっと引っ張りたいんだけど、高いのよ、道路。ここも全部住んでいいよ。ああ、なんかのんびりした音楽がいいですね。風力発電でも見ながら。
のんびりと。間違えた。あ、間違えた。ちょっと、じっくり見よう。山がすごい。もうなんか言ってる、なんか言ってる。関係なさそう。あまりまだ綺麗な街じゃないな。ね。何もないわ。お、なんか言ってきたよ。貨物輸送利用者が足りない。こればっかりだよ。貨物を地元の商業や建物に出荷します。工業地区はね。商業地区を増やすか、貿易センターを設置して、貨物の顧客を、あ、そういうことか。工場で作ったやつ持っていくとこないよってね。貿易センターがいいな。カミちゃんさんカウントありがとう。そしてハレちゃんさん星ありがとう。ちょっと待ってね、貿易センターを作ってって言われてるんだけど、高そうだね貿易センターは。それだったら商業地区を増やせばいいのかな。よし、そうしよう。この市役所の周辺ってなんかお店とかないですか？なんかそんなイメージだからこの辺をお店にするよ。市役所の近くのお店ね。これでどうかな？うん、この人も収まったね。この人の文句もね。都市の特化、工業、掘削、貿易、電子機器、文化施設。あ、ここだ！文化施設じゃない？礼拝堂とかね。あ、違うわ。違った。観光施設だった。あ、でも礼拝あるわ。あるある、あったあった。見つけたよ。見つけた。おじいさんの願い叶えてあげれる。しかも無料で建てれる。どれがいい？教会、モスク、寺院。寺院。え、何でもいいんだっけ？礼拝堂だから何でもいいってことだね。昔ながらの寺院か、現代寺院、モスクか、教会。教会にする。僕あんまり宗教のことわかんないけど、教会建てるよ。この角地のこんないいところに建てる？この真ん中にしようか。あ、こっちにする？公害がひどいかな。わかんない。まあ、ここにしよう。教会です。ドン。予算パネルについてもっと学びますか？あ、おじいさん。
どう？立てたよ。で、死も82礼拝に、どうにも変える。はい、それはもう待っとくしかないね。おじいさんの家からは、ちょっと遠いね。求人中だって、そっか、働くってもらわんとね。予算パネルについて学ぼう。予算を確認する価値はあります、ここね。フルさん、ネルさんは拝めるんや。あ、僕が神様なの？そういう街いいね。ね、僕はちょっと空に浮かんだりしてね。神様だよっていうね。高い粒買わせてね。そういう稼ぎ方もいいな。もうここでいろいろ、あ、ちょっと赤字？あ、違うわ。だいぶプラスになってる。1時間あたりの支出ね。はい。こっちがプラス、こっちがマイナスね。あ、税金 9% って高くない？債権もあるんだって。債権ってよくわかんないけど、借金だよね。1時間あたりでないものや、あ、最近の入出金ね。今1万1000ドル。シムリオン？ん？シムオリオンだって。ドルじゃなくて。1万シムオリオンね。はい、わかりました。黒字を維持して、支出には注意ね。税金高くない？でも誰も文句言ってないからいいのか。ネルさん恐ろしや。ねえ、いつの間にか教祖様になるよ。ネルルン教ね。もうなんか夕方の感じがいいね。あ、なんかいっぱいあるよ。要望が。怪我をした誰か救急車を呼んで、え、どうしたらいいの？救急車ないっていう、あれか、え、どうした？もうダメだ、気分が悪い。やっぱり病院だ。病院。病院どこにあったっけ？健康の、あ、ジムが病気なのに治療できません。ジムじゃない、シムね。病院高いのよ、2万ドル。2万シムオリオン。どうしたらいいの？借金する？あ、でもちょっとずつ増えてるよ。ちょっと待てばいいんだ。お金できるまでね。借金したらどうなるの？ちょっと押してみるよ。2万7000。利息が2000シムオリオンぐらいだ。え、これ、するよ。借金するよ。よし。もらった。お金もらったよ。都市経営にはね、借金も、つきものなんだよ、きっと。待って、もう一回道路引くね、お金ができたから。こうね。なんか角度おかしい？あら、なんか、角度おかしくない？まあいいか。プルさんもらってない、借りたいや。危険な思考。病院はね、アクセスのいいところがいいから。この真ん中ら辺にしよう。ドン。医療の範囲は近隣都市にも届いています。おう。
みんな使ってください。お、この人なんか苦しんでる。満足だって。うん、36個入りトイレットペーパーがお得。あ、来た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 。今治療中だって一人。よしよし、じゃあこの調子で公共施設揃えていこうか。警察署とかね。これって時間止めれないの？あ、ちょっと一時停止ボタンあるね。あ、なるほど。どれくらい進みながらやるのがいいんだろうね。余剰の医療車両を提供する。ん？どういうこと？救急車専用駐車場を作りましょう。そしたら近隣の町に救急車出せてお金もらえるんだって。ん？じゃあどうしたらいいの？ああ、そういうことか。この広い範囲でね、隣の町に何を供給するかっていうのを労働者とかね。近隣都市に求めましょう。ああ、こうやってね、市長募集だって。あ、市長いないの？まだ。惑星ネルーザだって。お出かけするのでまたね。ありがとうございます、ミプラス K さん。ねえ、いつもありがとう。楽しんできてください。ニコラス K です。先に言われたよ、プルさん。に言われちゃった。プルさん、ニコラスケイさんを気をつけて。ちょっと遅かったね、プルさんの方が。このやりとりね。このやりとり面白いんだけど。プルさんやられた。ね。まさかそう来るとは。先に先手を打ってくる。で、僕も来るかな来るかなって見てたら、まさかの、そういうパターンもあるんだ。面白いね。やりおる。うん。全然来てないよ。なんで？遠いの？場所は遠いの？じゃあもうちょっと近くにも家建てる？そうね、もっとやっぱりどんどん住んでもらおう。この辺も住んでください。この辺はちょっと警察署とか作りたいな。どうしようかな。学校を建ててあげたいんだよ。借金したから建てれるけど、怖
こんな感じでいいの？学校も作りましたっけ？ね。作りたいんだけれどもな。高いんだよな。警察はいくら？警察は3万。警察の方が高い。消防署もね、2万。結構お金いるね。とりあえずまず学校建てようか。ね。勉強させてあげたいしね、子供には。病院の横とかダメかな？いいよね。むしろいいよね。あ、ちょっとこっちにする？外れにあっても、工場のそばとかダメかな？やっぱりここにしよう。街中にね。またなんか教えてくれるって。所得と地価。はい。都市内のエリアで地価を上昇させると、中所得や高所得のシム。あ、シムの中にも、この所得のあれがあるんだ。なるほど。よいしょ。よいしょ。スクールバスの、申請が認められました。え、どうしたらいいの？地価を上昇。あ、地価を上げると、最適なエリアを見つけるため、地価マップ。もうこれね。住宅地区か商業地区を、中高所得のエリアに作ると、所得層の地区が発見します。どういうこと？今は？あ、色が濃いとこ。この辺が、高い所得の人が住むとこだ。ね。赤が地下に悪い影響を与え、緑が良い影響を与えます。ああ、工場があるとね、発電所もだ。うん、うん。ああ、学校とかあるからこの辺はね、みんな来たい場所なんだね。裕福なシムは税金を多く払いますが、要求基準も高くなります。満足させておかないと出て行ってしまいます。難しいな。今のマップどこにあった？え、わかんない。そろそろ更新の時間。ほんとだ。フルさんお知らせありがとう。あと15秒です。じゃあ一旦ここで、ちょっと止めるね。だいぶ街らしくなってきたよ。学校もあって、ね。診療所もあって、まだ警察とかないからね。うん。そんな感じで、だいぶ街らしくなりました。都市の名前も決まりました。ハイシティ。はい。こんな感じで、一旦更新しようかな。あ、ちなみに今の人口ね、498。500人。10万人っていけるの？これ。ちょっと待ってね。スペース的に、どれか、もう4分の1ぐらい使ってるよ。4分の1使って、500人ってやばくない？ 10 万いけるのこれ。やばい。っていうところでね、まだまだ10万は遠い。
10マイクまで入れませんので、頑張ります。よし、それじゃあ、ちょっと、更新をします。ルームにいらっしゃる方は、一旦切れますが、またすぐ繋がれますので、入り直してくださると、嬉しいです。プロさん、頑張りましょう。ありがとう。それでは、更新をいたします。皆さん、またすぐお会いしましょう。